カナンの地を守り、今選ぶさ、アルマの何よりその子仲間が襲われかし、ではあなたは聖域、そのこのような姿で生まれるが構わぬか。魔術の力見てみたい？支援なら私に任せて。闇夜に輝く刃、影の仲間を傷つける奴は絶対に許さない。俺に挑戦する愚か者がいるようだな。闇夜に輝く刃、影のごとく振りかざす。伝説の宝物を見つけよう。魔術の力見てみたい？闇夜に輝く刃、影のごとく振りかざす。どうしたの？気にしないで続け。姉様の笛が。あら、あれはエレシア人。まだそこ。深い眠り。箱はもうすぐボス。バーチャルパッドをスライドして前に進みましょう。このまま進もう。必ずエルンストを。ここをタップするとスキルを発動できます。貫け。ほう、やめだが箱が暴走する。貫け。てい、貫け。ひざまずけ。貫け。そこだ。震え上がれ。口ほどにもけど。遠くない未来。よかった。怪我は。さあ、ここから冒険が始まります。新しい装備を獲得しました。どうやら、うん、そうだな。気をつけろ。ブロンズ級のホワイトシーランだ。そこだ。ふっ、貫け。芝居だ。貫け。新しいカードを獲得しました。ソウルカードはここから確認できます。新しく獲得したソウルカードを、ソウルカードを、ソウルカード装備完了。クエストを続けましょう。神のエレシア人、すぐに。10年が過ぎた今、ごめんなさい。これオルハはゼーメの心境に。オルハのあの様子もまじ。てい、しまいだ。ほら、てい、ほら。
いた。そこだ。近づかないで。私がすぐに追い払うから急いで逃げて。大丈夫か。すみません。いつか。そうだ。それなら。アルマ様。アルマ様なんです。アドルさん。あなたは。この先はどく、おるはず。サブクエストを達成して、引き続きメインクエストを冒険しましょう。おるは。その母と父は。確かあの日、意識が朦朧とし。ここをタップして。父さんがエレシア人。これからこれでまこの術の効果はしばらくの間しか持ちません。このピッカードたち動きが妙。ピッカードは魔獣に襲われることもあります。この姿でも魔獣には近づきすぎないように気をつけてください。術の効果が切れた。アドルさん、新しいカードを獲得しました。早速見に行きましょう。ソウルカードはここから確認できます。あれはシルバー級以上の敵だな。注意しろ。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。しまいだ。貫け。なんとか倒せましたね。強敵に挑んで君の実力を称号を見に行きましょう。称号をランクアップさせましょう。条件達成。この条件も達成しましたね。称号をランクアップさせる。また強くなりましたね。さらに冒険に行きましょう。アルマ様、よかった。すごい。オルハは王都の反対。レダ族のみぜ。なんだ、祈りの泉で何かが起こ。とにかく。スキルシステムが開発。戦闘の前にスキルをレベルアップさせましょう。レベルアップさせる。ここをタップして新しいスキルを獲得しました。今すぐ試しましょう。今あれ、医者が見当たらない。村にもいな。族長たちがで、もしかしていいずれにせよ、マジこの魔獣の体に一体何が起きたんだ。鏡の冒険か。そこだ。そこだ。
しっかり、大丈夫ですか？やはり、俺の力ではかなわない。しまいだ！やあ！しまいだ！ダメだ。こいつ、手強いぞ。てい！そこだ。貫け。永久に全滅。ふっ。しまいだ。ふっ。そこだ。大丈夫。これぐらい。よかった。アドル。一つ目のか、アルマ様の声。感謝。アルマ、オルハ。お兄ちゃん、これぜひ受け取ってね。オルハの物語を、このステージをクリアして祈願を解放しましょう。このかすかな人力に。ゲージが満タンになりました。エメラス剣の力を使ってみましょう。バラバラにしよう。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。永久に眠れ。そこだ。巫女の周囲。祈願すると、星空に向かって祈ってみましょう。you